こんにちは、チームのミラです。12月18日、本日のプロンティア TV を始めます。今日は安藤美希さんなどの誕生日ですね。今日誕生日データ、おめでとうございます。さて、本日金曜日、メールマガジンを発行しておりますので、そちらをご紹介させていただきます。はい、今回でですね、メールマガジン238回目ですね。1番目、不動産クイズ、更新料は有効か。答えはメールマガジンの一番下、来週のフロンティア TV やブログでも紹介させていただきます。先週のクイズ、先週はですね、はい、こちらドン、はい、テラスハウスとはという問題でしたね。はい、テラスハウスはですね、複数の建物が連続してつながっている連棟式住宅、戸建てがですね、つながって並んでいるというようなイメージですよね。ですから、まあ、角部屋はほぼ戸建て感覚で過ごすことができます。はい、続きましてですね、2番目、世界文化遺産富士山の見える賃貸物件、こちら今回プライムガーデン河口湖ということで、今日の、ブログインですね、載せてますね。はい、こちら、はい、富士河口湖町勝山の物件ですが、建物が建っちゃったんでちょっと隠れちゃいましたね。まあ40点ぐらいですかね。はい、その物件、これはテラスハウスですね。はい、でしかもですね、これ螺旋階段、おしゃれな螺旋階段がついております。 2LDK61000、 こんな感じですね。おしゃれですね。おしゃれですが、こちらですね、特に、扉等がないんで熱が逃げてしまうというデメリットもあるかもしれないですよね。はい、キッチン、このキッチンの前にですね、床下収納もあります。追い焚き機能付きのバス、トイレも独立してますね。シャンプードレッサー、隣に洗濯機を置きます。これは旋階段ですね。はい、2階は洋室2部屋、収納も広いですよね。写真も上がってますけど勝山のこちら物件、動画もありますね。参考にしていただければと思います。詳細はこちらをクリック、今日のブログからですね、詳細はこちらをクリックで、物件詳細とこともできます。はい、最後、地域情報、富士吉田市富士五湖ウィンドオーケストラファミリーコンサート2015、12月20日日曜日2時からですね、14時から富士山ホール無料、スターウォーズメドレー、嵐メドレー、クリスマスソングなど、富士河口湖町中島明子ソプラノリサイタル、12月23日水曜日祝日ですね、15時半から会場、開演は16時ですね。日本を代表する国際的な日本人ソプラノ歌手ですね。河口湖円形ホール、気になった方、行ってみたい方でしょうか。はい、今日は無駄に、会場を戻ってみました。では、本日のフロンティア TV を終了します。ご視聴ありがとうございました。